キリスト、ホロ少人伝は、芥川龍之介が1919 19年に、雑誌、新小説史上に発表した小説である。キリスト教の聖人伝説集、レジェンダウレアに登場する聖人、クリストホロスの生涯を翻案した小説。キリシタン版の、甘草本意双方物語で使用されている、戦国時代の京阪地方における話し言葉を引用した文体に特徴がある。 アクタ川の小説におけるジャンル、キリシタンものの傑作とされる。なお、冒頭に、ヨガ所蔵のキリシタン版、レゲンダ、オウレアの一章に、多少の殉職を加えたものとあるが、この、キリシタン版レゲンダ、オウレアは、アクタ川が、法教人の死の執筆時に創作した、架空の書き物である。遠い昔、シリアの国の山中に、レプロボスという名の心優しい巨人が住んでいた。 彼は常々、この世の中で一番強いものに使えたいと考えて、いたが、世間知らずで、誰が一番強いのかわからない。日頃親しくしている木こりに尋ねると、アンチオキアのミカドほど、武勇に富んだ大将も、おじゃるまいと教わる。そこでレプロボスは山を降りて戸に登り、ミカドの家来になる。レプロボスは、強大な肉体を生かし、合戦で敵将を打ち取る、大手柄を立て、 ミカドに認められ、大名に取り立てられる。しかし戦勝の祝縁で、ビワ帽子の歌う物語を聞くミカドが、ジャボという言葉を恐れ、しきりに十字を切る様を見て、帝王よりも悪魔が強いことを悟り、それがしはこれよりまかりでで、悪魔の進化と、アイナローズと宣言し、怒ったミカドに投獄される。牢獄の中で埋めいていたレプロボスは、現れた悪魔に助け出される。 悪魔ハレプロボスを連れてエジットへ飛び、砂漠に用を結んで修行する忍者を、美女の姿で誘惑しようとする。しかし、行畜、五種、スキリストの僕に向かって無礼ある、マジイゾの叫びと共に十字架に打たれ、退散してしまう。帝王よりも、悪魔よりも強い、エスキリストの存在を知ったレプロボスは、その下僕になりたい胸を忍者に相談するが、かつて悪魔の家来だった者は、 古木に、バラでも咲かない限り、神の僕になれないおきてである。その上無学で、経典も読めず、大食いで断食もできず、寝坊で徹夜の修行もできないというレプロボスに、忍者は困るが、身の丈三条もある彼を見込み、近隣の大河の渡し森を務めさせることを思いつく。旅人の通行を助ければ、その心根が自然と天守に見出されるだろうという、考えからだった。 忍者に洗礼を施されたレプロボースは、こうして、キリシトホロと名を改め、大河の渡し森となる。それから三年の間、キリ、シトホロは、大河のほとりに世を結び、渡し森として、旅人の便利を図っていた。川を渡ろうとする者がいるとその者を肩車し、柳の大木を引き抜いた杖をつき、向こう岸に渡すのである。ある嵐の夜、川を渡してくださいと。 小屋の戸を叩く者がいた。霧、死とホロが外に出ると、一人の幼い少年である。なぜこんな子供が嵐に一人で川を渡ろうとするのか、不審に思うが、霧、死とホロは少年を肩に乗せ、川に踏み込んだ。凄まじい風雨と濁流に加え、きっかいなことに背負った少年の体が次第に重くなり、あまりの重さに一時押しを覚悟するが、霧、 お主とほロは必死で目指す騎士へと急ぎ、ようやく対岸に、あえぎあえぎよろめきやがった。彼が少年を肩から下ろして、さてさて、お主の重さは、はかり知れぬぞと息をつくと、少年はにこりと微笑み、さもあろう。お主は、今夜、世界の苦しみを背負った、S、キリストを背負い抜いたのだと、鈴を振るような声で答えた。その夜を境に、この川のほとりからは、 巨人の姿が消えた。ただ残ったのは向こう岸に突き立った柳の杖で、その周りには赤いバラの花が咲き乱れていた。心の貧しい者は幸いなるかな。天国は彼らのものなり。ありがとうございます。